一年待った春が来る。アルテ立夏で会いましょう。アルテ立夏新百合のポスターやウェブなどに用いられるキービジュアルデザインを担当する松田澄子さん、日本パッケージ大賞2003銀賞、ロンドン国際広告賞ファイナリストなどを受賞。コーセ、エイボン、ノエビアなどの化粧品グラフィック、パッケージを中心に多ジャンルにわたるアートディレクション、デザインに携わられています。まあ、まず去年が1年、ああいう1年だったので、来年はどうするのかなっていうのはすごい気になっていて、で多分お話を声をかけていただいたのもいつもよりちょっと遅めだったと思うんですよね。もう本当に年末に、Zoom で皆さんと打ち合わせをしたのが多分一番最初ですかね。でそこで、それぞれ何人ぐらいでしたかね、十何人ぐらい、いろんな方、いろんな立場の方が参加してくださって、なんだろう、伝えたいこともたくさんあるし、どういうふうに表現していいかわからないこともたくさんあるっていうことがすごい伝わってくる打ち合わせだったなと思って、こうだけどできるんだよ、次の春に、アルテ立夏やりますって思いはすごい ある打ち合わせを最初にさせていただいたのがまず始まりでした。昨年のキービジュアルに花をモチーフにしたんですよね。でその時は、花びらの一枚一枚が円を使った花だったんですけど、その丸の一つ一つが公園だったりとか、ボランティアの方だったりとか、お客様だったりとか、それらがこう重なって大きな花になる。でその大きな花がアルテ立夏ですよっていう表現はどうですかっていうビジュアルだったんですけど、あれの考え方はすごく共感するし、今のこの自分たちの気持ちにも合っている。でその2020年がちょっとだけ不完全な形だったから、あれをもうちょっと進化させたいっていう声を、出していただいて、そしたら花でいきましょうかっていうところまでは確か最初の打ち合わせで決まったかなと思うんですね。でそこからじゃあ花かってなりまして、花とアルテ立夏、まあ、春の季節もあるし、皆さんの気持ちもあるし、大事なその公園とかいろんな出し物のこともあるから、それを花と結びつけてどう表現するかなというところから始めました。でそこから、いくつかアイデアを出して、また皆さんと打ち合わせをして少しずつ詰めていったという、そんな感じでした。私も一回わーって言われて、自分の中でなんていうのかな、その具体的な言葉とか絵っていうよりもイメージでわーって入って回ってるものを、一緒に仕事をしているデザイナーの方たちがいるんですけどに、今日こんな話をして、で私はこう思ってみたいなことを話しながらちょっとずつ整理をしていって、で、こういうふうなことをこういう、例えば気持ちを明るくするとか、軽やかなんだけど誠実な気持ちが伝わるものにしたいとか、なんかそういうふうにするにはどういうのがいいのかなっていう話をしながら、で、私の頭の中だけだと私の頭の中しかないんですけど、本当にいろんな人話をしているうちにその人の心にあるものとかがどんどん出てくるので、そこからちょっとずつこうアイディアをいただきながらやってますね。今年のデザインを担当しました。皆さんぜひ来てください。アルテ立夏。